えっと、これはまあよしあしですけど、例えばフォーカスが決まっちゃったら、実はそこだけでもいいわけですよね、あの極端な話。つまり50分じゃなくて、なくて、例えばここだけちょっとこのグループワークのやり方とかいうので、こういうことを考えたんですけど、つったら、 まあ、生徒もちょっとそこだけってのもやりにくいかもしれないけども、うん、でもまあ,あの他との関連があんまりなければそこだけやっても悪くはないしうん、うん、それからそこだけやるために例えばあの午後あの一クラスだけ残すとか,すとか <laughs> 言うんじゃかわいそうだけど <laughs> あの私はあのなんていうかな生で見せなくてもね今はビデオなんかあるわけだからだからそこ,<ー>そこだけ見せればことは済んじゃう。はい しそれから本当に研究がテーマであればあの何てか1コマ50分見ることはないわけあの50分見なきゃいけないんではなくてむしろ部分的なものをはい、はい、ってよくあるじゃないですか1軒目一時間目はこうして二、うん、限こうやって3限目で、はい、今日はそのうちの 4, 4つ目ですとかっていうことある,あるけど、はい、それを1限目はこんなことやりました二限こうです3限目っていうのはもしね ビデオで、例えば5分ずつ見せられるとかっていうような種類のものであれば、はい、最初からこうやって見せて、はい、それでどうですかって言ってもいいわけじゃないああ、やっぱその発想ってなんか研究授業のイメージには多分あんまなくて、やっぱり50分でライブ、あのあで生でその場であのい、まあ、いい生きた生徒っていうか、生きてますけど、ビデオで生きてますけど、はいはい、生で目の前でライブでっていう。 のこそがやっぱ研究授業の醍醐味だって思ってらっしゃるか分からないけど、<あ>なんか当然そういうあり方だっていうようなのはありますね。うん、なので、今の発想みたいなのは、そう,いやそういうかと感じでやられている研究授業って、あの私は今まで見たことはなくて。なんて言うんでしょうかああえっと、例えばこのシェルパとも関係ある棚田高校ね、ね、はい、青森県の,の,あの公開 研究会なんかの場合は、あのふんだんに、えっと、ビデオを見せたりして、あ<ー>で特にあのあ<ー>なんていうかい、えーっと、パフォーマンス、まあ、テストというかパフォーマンスみたいな、うん、やつは、あのペアでこう何ペアもやるんでので、ねとかね、そういうのと、うん、なんかちょっと特徴のあるやつをこう選んで見せてくれたり、うん、あもちろんあの50分授業の時もあるんですよ。 はい、あのそれをみんなで見るっていうこともあるんだけど、あのまあ、何,回何回かに1回は、例えばそ,そういうビデオで見せるなんていうのはその回の時はいわゆるラ,ライブの授業はないんですかはあないですねあでも初めからみんなで集まったら、ビデオを見るところから始まるっていうか。ビデオを見るところからじゃなくてあの、からだったり、それからいろいろ話していて、ちょっと今お話ししたようなやり方でやってるものはありますから。 例えばロールプレイがありますから、ちょっとお見せしますみたいなで、ポッポッポッといくつか見せるっていう、はい、そ,うそういう意味での、あのなんていうかこう、記録的には非常にあの丹念に撮ってあるんですよね。ああそうです、ね、日頃か,らか、ね、研究事業のためにビデオを撮るとかじゃなくて。ではなくて、むしろ、いわゆる<う>パフォーマンステストみたいな。 ものをずっとやってるからる、ね、まあ別にそれは見返してつけるっていうわけじゃないんだけどはい、はい、まあそんなこともあってこうやるっていうこともありますしそれからあのこれはちょっと言っていい言っていいっていうか、はい、内緒じゃないけど例えば全英連。は <laughs> はい、はい 全英連はいまだにその舞台に人をなってたんだけど、ね、ったった1回だけビデオだけでやったことがあるわけです全英連の,あの,あの授業発表でビデオだったことがあるんですそれが2001年の高知大会で、はい、高校班がお役先渡しというのでやったのは、3つの授業を、はいえっと、45分にまとめて、それで見せた。 1>, 1日目こうやって、2日目こうやって、3日目こうやります。はい、で3日目で、えー、と発表活動しても、その場合は作文かななんかするんだけど、はい、そういうふうにして45分にまとめて、えーと、映像で見せて、それから質疑応答をやったり、まあ、その場で説明したりして、それで、はい、私はそれ以降、時々ポツポツとやられる、そのビデオによるようなね、はい、ものがやられるんじゃないかなと思ってたら、はい いいともないと思います <laughs> それを先生があれですよね、あの、助言者として関わってらっしゃって、そ,その時反対とか、ま、ちょっと裏話みたいになっちゃうけど、反対とか出ませんでした、そのビデオで。反対というよりか、それでいいんでしょうか、みたいな。 なんていうのはあったかもしれないけど、もう今あんまり覚えていませんけれども。それはでも、その形であの、1回だけライブでその舞台上で授業をやるよりも、和く先、私の授業の取り組みを知っていただくためには、その複数の授業をへビデオで編集したものを見ていただく方が伝わ,る伝わりやすいっていうご判断で、その時の先生方がお決めになったっていう。まあまあそ、うそうですね。それからもう一つは、あのうん、えっと、 これ中学と高校で少し違いますけども、あのーえー、と舞台に上げるとなるとね、はい、観客がいるわけだから、なんかその見場のいいものになっちゃうんですね。あた確かにそうですね。あの<あ>学芸発表会って言ったらちょっとごはんあるけど、逃げ道ということよりも、やっぱり生徒が口で何か言うっていう、うん、これがなんですか、黙って書いてるとかね、うん、そういうのだと。 まあ、プロダクションにしてもね、ねやっぱりスピーキングの方に行っちゃうわけですよ。そう,そうですね、た確かに、ねうん、舞台に上がって見ていただくって考えるとね、舞台の上でみんなでこう必死に描いてる姿っていうのは、うん、あんまり確かにそ,それの選択肢にはならないかもしれないの、うんまあ、今、うん、今あの同時になんていうかビデオ、ビデオ撮りプロが撮影したりしてるから、はい、その時にずっとその描いてるところに寄れば、うん、まあもちろんこうね、みんな見てる人も。 そのプロジェクターを通じて見れるんだけど、まあ、あのどちらかというとやっぱりなんていうかスピーキング系統のものになっちゃうので、うん、だからそういう意味でもあのなんていうかなで高校はあのやっぱりなんだかんだ言ってもやっぱりリーディングが多いわけですよ。うん ので、リーディングを多くちゃいけないってこともないんで、やっぱり読むとのは重要だけど、はい、だけど音読以外の、つまり黙読、じゃあ5分あげるから黙読しましょうねっていう授業って、5分の間は観客の方は静かに黙って、この生徒が何か何やら読んでいる、どこをあの子が読んでんだろう、こっちの子はどう、全然わからないんけど。 こうっていうことでしょだからやっぱりあの今後のことも考えてなんて言ってそういうふうにしたんですけどね、うん、でこれは別にあの前例違反じゃありませんではい、はい、あのたまたまそうだっていうだけどやっぱりちょっと思い込みが激しいのかなという気がいたしますね。今のお話を聞いてるとちょっとこうそもそも論になっちゃうんですけど何のために研究事業って。 やるんだったったうかなんかそい自分でこんな質問するのもおかしいなと思ってるんですけど、はい、だからそれでさっきのようにね、はい、やっぱり2通りあるわけですよね。はい、あそうかただ,、うん、ただ一応その公開をするっていうことうんそれ時は公開してみんなに見せましょうね、はいはいで。見せるからにはちょっと見せられるようなものを、はい、っていうだからその一つの自分の腕を磨くという機会にし,、はい、しましょうねっていうのが一つあってでもう一つはここに絞って。 研究してって、まあ、どこからい研究するかベストしてもやりましょうねっていうことですがまあ実際やり方が同じなので,で<ー>結局かだからやっぱり何ていうのか、うん、まあでも腕磨く方でもビデオでもいいんですけどねまあいずれにせよやっぱりなんかこう生を見なきゃ絶対ダメなんだよって大体言う人多いんだけど、うん、まあそれはベストとしてもただ生で見,見られないっていうかね えこともあの生で見ない <laughs> ビデオの良さも逆にあってそれは複数の順位を見せられるっていうこととそ,うです、ね、それからもう一つは。あの 研究事業のために、あの、なんていうか、タイミングを合わせるってことはなくて進むってことね。つまり。あの、進度ってやつですよね。ここで発表させたいから、前の辞表、うそうなんです。焦って発表できるようまでに、わーってやるとかと、そうですね。逆もあるよね。うん、なんか早く進んじゃってて、はい、で、あれっていう、なんか見せるつもりのものが、その前の前の日に終わっちゃいそうだって、どうしようって時に、<laughs> もう急遽足踏みを。 するっていう,うかだから生徒の方もううの生徒の方も何かあるかなって <laughs> 次の次のレッスンに入るのかなと思ったらなんか違うこと先生やってるけどなんとなくこう <laughs> 時間潰してる感があるなとかっていうだからまあその辺はやっぱりはっきりとそのした方がいいのかなっていうことと、はい、それからやっぱり腕磨きをするっていうんだったら僕はあのたくさんあった方がいいと思うそういう機会がね。 ああ発表、公開をする機会が1年に1回とか3年に回とかじゃなくて、はい、もっと頻繁にってことですね、うんうんまあ、学校によってはあの、なんていうか、全教科、この日は全部オープンとかっていう、はいはい、やってるとこもあるけど、まあ、それもいいっちゃいいけど、全体でオープンにはなってるけど、うん、授業ってあっちこっちへ渡り歩いてその、同じ50分の間に、A 見て、B 見て、C 見てってやっちゃったら、わけ,わ,けわからなくっちゃう,、ねはい、そうですね。 だから、まあ、あの全体公開するのはすごくいい,い,いかもしれないけど学校としては、うん、でもちょっとどうかなっていう気がしてそれであっち見たりこっち見たりしてそれで研究競技になるとそうするとんかあの時こうやったでしょとか,なんか言われても「はい、えとかっつって「うん、えー、僕見てないな」ってあの後,後半しか見てないんですよいや全般にこうあったんですけどなこれ分かりにくい」とかね。 そういうい、ね、まあそれとあとはまあなんだろうな、えー、言い方は悪いけど、はい、競,技競技にあまり期待してないだからまあどっちが卵でどっちが鶏かわからないけれども、うんうん、要するになんとなくその盛り上がらないから。 だからまあ、授業さえ見ればもういいかなとかって言うし。はいまあ、途中で帰っちゃうとかいうのもありますね。そうですね。協議会になると、あれ人が減ったなっていう,まあ大うなことあまあ、ね、大体そうですね。で、ね、それはあの別にあの面白くないからとは限らな、はい。はいはい、用事があってってことも、ね。皆さんお忙しいから、すぐ戻って、で、学校、勤務校へ戻るっていうようなこともあるかなとかって言って、だから、今、まあ、いろんなことがあって、その、まあ、盛り上がることが少ないかなと思うんですよ。はい